みなさんこんにちは、こんばんは、おはようございます。マーガーマムです。はい、今もう一部は入れちゃったので、ここもでしょ、まだあるのこれ。はい、トラックの中詰め込んでいけます。これ何ね、はい、はい、途中経過こういう感じ。これも持っていく、これも持っていく、ベッドも持っていく。この シーツではないけど、これはもう捨てるから。あ、でもブランケットは持っていく。で、ここは車の中に行くやつ。で、これもこれもトラックに持っていきます。まだここもある。ここは入ってきた。なんでこれ持ってきてんの、これダメよ。こういう感じ、少しはすっきりしたかな。はい、お昼用に手巻き寿司みたいなおにぎりを作ってます。こういう感じでサーモン。はいはい、一番収益はスナックタイム。大きい二人がいると助かる、助かる。頑張ってください。目が痛い、この日焼け止めダメや、目に入って痛いぞ。どこにラップする、うん、ダメ、バランスが、はい、取るの忘れてた。こういう感じ。ここら辺は捨てるのとかあるね。炊飯器は一緒に持っていく。これも車に入れていく。あ、ベッドフレームがあった。はい、こういう感じです。あ、やべ、少しお休み中。いやいや、お休みしてる時間はないんだけど。ついでにメモリアルデーです。1日目の朝です。今日から引っ越し先に向けて運転していきたいと思います。今日はホテルにいます。朝ごはん買ってきます。はい、今からロードトリップなる。ロードトリップではないな長旅です。1週間ぐらいかな。8時間9時間運転して、毎日そんぐらい運転して頑張ります。ホテルに着きました。バイ。ペンシルベニアに来ました。エリー、ストレンジャー店、新しい。ずっと座りっぱなし。ご飯がありつける。 I don't know. おいしそう。That big. これ
怒られるし。バスン、バスン。誰かさんの高いの。はい、今日泊まっているホテルは、はい、こういう感じ。ホテルツアー。トイレ。バスルーム。あ、ちょっと音に注意してください。シンク。で、ここに大きい鏡。カウチ。ベッド。テーブル。結構広い。1階です。しかも。そこです。人がいた。こういう感じです。洗濯しました。シートのやつ、なぜかというとおむつを買えずにずっと走ってたからびっしょびしょだったはい、おはようございます。2日目です。今6時、準備していきたいと思います。今日のホテル、2日目のホテル、道路トリップ横断、はい、ここトイレ、バスルーム、はい、で、大きな鏡で、セミダブルかな、何かこれ、フォーサイズか、うん、で、電子レンジに冷蔵庫、これ結構でかいな。で、テレビ。で、テーブル。で、今日のハプニングはデイムさんがうんこ漏れました。あのね、こうやって洗ってもうズボンにもびっしょりついたので洗いました。で、娘が行きたかってたスケートショーが目の前にあるのに休みというオチ。ね、マリムね。紹介できた。しない。ママ、これ学校？うん、しない。学校？しない。学校してた。学校しない。学校してた。学校しない。学校してた。握手。学校してた。しない。学校してた。朝です。3日目の朝です。ママ、はい、準備していきたいと思います。ないけど、はい、今ちょっとだけグレーぐらいなんだけど、見て
開かない。はい、でキッチンではないけどシンクがあるので、マイクロウェーブで、冷蔵庫で、ソファーで、テーブル、テレビで、ここにベッド2つあります。で、ここにはテレビがあります。はい、今日はミズーリ州に泊まります。はい、夜ご飯、昼ご飯。スケート場に来ました。バリアフリーだと思う。ほら、湯船じゃない。シャワーめっちゃいいじゃん。で、はい、大きな鏡、あれです。レンジに冷蔵庫で、ちっちゃいシンクで、ベッド。で、1階です。でもあっち行かない、あっち行かない、バーイ、あっち行かない、でもこっちこっちこっち、今日は5日目の朝です。今から向かいます。
コップ持って帰れる。テキサスにいます。はい、今日はテキサスにいます。のホテルはこういう感じ。でもほとんどわー、フローリングになってで、すぐ2ベッドルームでこの感じ。今日は3階です。わあ、暑そう、暑そうだよ。6日目、はい、ここがお風呂場、入ったばかりだからズボン着替えてたの、うん、ごめん。お風呂抱っこして、ママ抱っこして、こういう感じ。ママ、うん、はい、よいしょ、うん、で抱っこして、でベンチみたいなのがあって、ベッドが2つで、冷蔵庫あ、うん、ファーしたで、こっちにテーブルで鏡。はい、はい、7日目の朝です。はい、今から、あ、今日は現地に着く予定です。暴れてる。はい、途中経過、途中じゃないな、もうちょっとで終わるかな。それはそのままにしといて、これ、これこれ持っていって。何が入ってんの覚えてない。こんな感じで徐々に徐々に入れていくよ。はい、あともうちょい、もうちょい、もうちょい、終わった。エンディング撮るのを忘れたのでもう1週間経ってるけど、はい、最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、コメントも待ってます。次の動画もよろしくお願いします。はい、またルームツアーも見てください。バイバーイ。